はい、皆さんこんにちは、コハケンです。今日は久しぶりに、明るいところから撮影しています。今日はですハーウェイっていう、今なんかテレビとかでテレビを騒がしてる、中国系のメーカーなんですけど、僕使ってたんですよね、このメーカーさんの。はい、これ見たら分かりますね、これね、あの有名なハーウェイ社の、これ WiMAX のランっていうか、Wi-Fi ウォーカーっていうのはね、確か3年ぐらい前に、契約したと思うんですけど、もうつけていなくて、こういう古希のやつを使っていて、まあこれ便利なんでね、引っ越ししても使えたんでね、便利なんですけどね。まあまさかね、このハーウェイ社のね、これびっくりっすよね。これもハーウェイの、給油用変電ケーブル01っていうやつなんですけど、ね、これもハーウェイ社なんですよ。まさかね、自分がこういうのをね使ってるとはね、思ってもなかったですよ。なんか今スパイチップとか言ってね、非常に恐ろしいことになってね、えどうしようかな。まあでも今現在はもう使っていなくて、まあずっと家に置いてたんですけどね、あれと、このマーク見たことあるぞってテレビで見てて思って、それで段ボールの中を手探りに探していたら、やっぱりあったんですね、このハーウェイの。非常に恐ろしい。まあ別に僕の情報なんて中国に流れたところで別に僕には何の影響もないんですけど、まあねえ、なんか気持ち悪いじゃないですか、こういう時に。まあ、あくまでも噂ですけどね、ほんまかどうかまだアマゾンとかが調査中ってテレビでやってたんですけど、まあでも自分自身がこれ責任を持って処分していきたいと思います。今日中に処分するんじゃないですかね。それではここまで見てくれてありがとうございました。